シティアーセナルチャンピオンズリーグ振り返りということで、マンチェスターシティとアーセナルのチャンピオンズリーグの試合がありましたということで、まあ、強かったですね。またライバルチームが強い話せなあかんのですか。あんたが持ってきてね、毎回あんたがこれしましょう言うて、あ、分かりましたって試合見てやってるんですよ。しゃべりたないわ、ライバルチームが強い話なんてしゃべりたいんでしょもう我慢できんとポストしまくってて、ここでしゃべってやええねん、そこはもう別に バレました。バレてるよ、これが完全に承認欲求こっちで発散してください、チャンネルがあるわけですから。あ、まあちょっと文字で表せないところをね、はい、まあ、内藤さんに詳しく、はい、お話をお伺いして、僕の思ったこともちょっと言わせていただこうかなというところでございます、はい、ということでお付き合いよろしくお願いします。お願いします。では内藤さん、よろしくお願いします。お願いします。まあアーセナル 2-0、うん、パリ・サンジェルマン、まあ、クリーンシートで勝利というところで、うん、まあ、アタックモメンタムを見ても、はい、まあ、パリがかなり攻め込んでいるよと、ポゼッションを見てもパリ 65% だよと聞くと、パリが圧倒的に攻め切ってたのかなっていうような印象を受けるんですけど、うん、実態としてはこのゴール期待値が示す通り、まあ、パリ 0.31、 アーセナル 0.76、 パリ・サンジェルマンビッグチャンス0と、うん、まあ、パリ、まあ、確かに攻め込むは攻め込んでたんですけど、正直決定的なシーンがほとんどなかったんで、うん、なんかアーセナルに回させられてるなという印象が強くてですね、うん、こうね、まあ、もちろんこの2点取ったところ、まあ、1点目のところはもうトロサールの完璧なクロスからハバーツのヘッドは、ね、うん、もうお見事でしたね。いや、ハバーツがね、結局ここで機能するなら、うん、まあ、確かにね、移籍期間中とかね、よく話しましたけど、うん、まあ、まあ、無理して取らんでええなっていうのが分かりますよね、うんうん、であったり、まさかの、ね、直接フリーキックのところは、まあ、ちょっと運の部分もあったにせよ、うん、2対0と、まあ、リードしたのであればいつものあれやっちゃいましょうと必殺アルテタリトリートモード。いやすごいな、ね、やりたいサッカーと勝つためのサッカーを両立できる、うん、そこがね、今のアーセナルの強みですよね。いや、これは本当ね、いよいよ優勝するチームに、うん、なりつつあるのかなというところではあるんですけど、トピックとしては結構この試合いろいろありまして、うん、まあ、1個目としましては、カラフィオーリ右サイドバック起用。いやーね、びっくりしましたね、ちょっとね、どんな印象ですか。できるんかいですね、それ1個目は、まあ、それそうじゃないですか。グーナーの方も、まあ、もしかしてやってたんかな、ちょっと僕は正直そんな知らないんであれですけど、うん、ね、左利きで、ね、センターバックと左サイドバックってイメージだったんですけど、うん、ね、右も遜色なくできるんかいっていうね、足元上手くてスピードあってでかくて、うん、それで右も左も両方できるんかいっていう、でイケメンですからね。ずるいって何がないねん君は。なんやろな、16歳の時でしたっけ、大きな怪我があって ね、苦しんだとかあったの知ってますけど、うん、それにしても点は5分ぐらい与えすぎやろ。確かにな、ほんまに。なんか野菜とか嫌いであってほしいな。めっちゃ地味。それぐらいのことはなんかあってほしいな。確かになんかそういう地味な欠点あってほしいです、ね、から怪我につながってるとか、もしかしたら、まあ、勝手な妄想ですから、ね、怪我はない方がいいんですけど、んで、ね、うん、でもなんかそれぐらいね、うん、本当もう完璧な選手やなというところ で、まあ、クリア4、タックル4と、まあ、ドリブルパスと2があったのは多分前半のうちに、ハキミとちょっと対面するときに若干スピードでちぎられる場面はあったんですけど、うん、でも最後まで抵抗してて、まあ、相手に自由を与えなかったということもあって、まあ、アーセナルは相手にほとんどビッグチャンスを与えなかったという、まあ、結果になっております、うん、はい、でトピックその2としましては、うん、ミケル・メリーノ、ミケル・メリーノデビューというところでおめでとうございます。どんな印象でした。出るなですね。出るな、出てくれるなでしたけど、いや、まあ怪我やからね、うん、まあ、まあしゃあないんですけど、はい、またより一層スカートが強くなるなって感じですよね。まあ本当、まあ、ちょっとね、まだ万全じゃないのか若干失ったりする場面もありましたけど、うん、まあでもタックル、デュエル、グランドデュエル6分の4、うん、でクリア2とタックル3と、まあ、かなり守備面で頑張ってましたし、そうですね、まあ、ポジションでも、まあ、基本その相手にこう押し込まれる展開の中、うん、まあテンポよく回して、うん、こうポゼッションすることで押し上げる起点にもなったりするなど、うん、パーティーの控えでミケル・メリードなんてチートかいっていう、まあ、本当は優勝を目指すスカッドに、うん、まあ、いよいよなってきてるなと改めて思いますよね、うん、まあ、かなりこう強くなってきてるなというところなんですけども、はい、もう一つ個人的にこうやっぱり気になったのが、うん、ちょっとトロサールすごすぎないかと。いやすごいな、まあ、得点のシーンのピンポイントクロスは言わずもがなですし、うん、なんか
攻撃で気の利くプレー君しすぎやでと思って、なんかもう普通に腕ゴールっておらんかったっけっていうぐらいもうトロサールが結構そこの役割してくれて、でこのドリブルアテンプト2分の2成功ってあると思うんですけど、それこそ得点のシーンは自分で剥がして自分でピンポイントクロスを送ってて、もうほぼ彼の力でね点取ったと言っても過言じゃない、でグランドデビュー9分の5で、まあ、守備の部分も頑張りますし、結構その何ですかね、そのめちゃくちゃ常に低い位置戻るわけじゃないんですよ、もちろんツートップの一角みたいな立ち位置で守備してるんで、でもあこれ臭いかもって思ったらスッて戻って結構守備のフィルターになるところをやったりとか、その押し込まれてる中でちょっとサイドに流れてボール受けてロングボールハバーツに当てて、そのハバーツが収めやすいちょうどいいロングボールを送ってその押し上げて射程を防ぐ起点になったりとか、まあだからルーで帰ってきても、まあ、戻ってきてもこれでね多分過密にってなっていくんで、まあよくターンオーバーしていけば、どちらも怪我なくなんかいけそうな感じもしますし、まあだからねちょっと不満漏らすとことかもね前半の方あったんで、まあこれでちょっとまたアルテタの評価も再評価で上がってねローテーションでいけたらなおのことちょっと強くなるんじゃないかなというね、まあ一時は企業貧乏なんて言われ方もしましたけど全然企業金持ちですね、いや金持ちですよ、企業金持ち、企業の上が何なんやろな万能金持ち、神金持ち、神金持ち、語彙力がない、語彙力ねえないや確かになちょっと、グーナーの方からしたらやっぱりすげえなというのをね、思った選手じゃないでしょうかね。そうですね、まあちょっと怪我人が重なってたりするのが、まあ、若干怖いなはありつつも、とはいえね、まあ、ジョルジーニョであったり、まあ、何人かの主力をスターリングであったり、まあ、あるいはヌアネリだって使わないままちゃんと勝ち切ったっていうところは本当素晴らしいなというところにあります。いやだから冨安選手ね、毎回言いますけど、まあ、我々日本人ですから、ね、活躍してほしいなと思う反面、なかなかこのまず両サイドバック、カラフより右までできたら、なかなかね、こう序列がどうなっていくのかという、まあ、それでも信頼はね、多分厚いと思うんで、あれですけど、まあ、ちょっとユーベとかのね、移籍の噂も出てますけど、ちょっとやっぱアーセナルでまだ見たいなと思いますよね。まあさすがにサリバは上がれないんですよね、もう使いすぎてるんで、どっかのタイミングでセンターバック入れ替えて、まあ、例えばカラフィオリを曲がれないその代わりにね、冨安左サイドバックとか、まあ、絶対あると思うんで、そうですね、まあ、ちょっとチャンスを、逃さないよう、そうですね、ちょっとぜひ頑張っていただきたいなというところありつつ、はい、こう今のアーセナルってじゃあどこが弱点やねんみたいな話もあると思うんですけど、はい、前回ちょっとアーセナルの動画を上げたところ、最近のパーティーは例年に比べてミスや危なっかしい場面増えていてグーナーの中で評価が分かれてますと、なるほど、まあ、そのような意見もあって、続く返信で、まあ、衰えなのか分からないですけどパスミスだったり守備面で無理が効かなくなっているように感じますよねとか、無理を効かして離脱されるよりもジョルジーメリーノとローテしながら怪我なくいければそれはそれでいい気がするみたいな意見もあったり、ね、まあ、でも今日のパリ戦は良かったねみたいなコメントもあった通り、まあ、この試合は本当ねミスらしいミスも、まあ、大きなものはなく、まあ、守備ではちゃんとこう、ね、浮いてる選手を捕まえに出て、ポゼッションでもちょうどいいところにちょうどいいパスを出して、あのティンバートが前向きに運べる横パスであったりとか、まあ、ポゼッションの面でも貢献しましたし、あやっぱ、ね、まあ、年齢が、ね、もういよいよ30に近づいてきている、31か、もう超えてるというところもあって、まあ、ちょっと下り坂の時期には差し掛かってはいるとは思うんですけど、相変わらず頼れる存在、怪我さえなければ、まあね、怪我だけでしょうね、彼はね。で怪我あれだけする想定で考えてたのに全然怪我せえへんのかい強いないや上がっていく一方じゃいます。だからもうこっからちょっとアーセナルは悔しいですけど、スパーズサポーターとしてはまあね感情を一切抜きにして言うなら、まあ、強いなっていう、まあ、そこ認めなしゃあないかなってとこですかね、あと一個だけマジですげえなと思ったのがラヤがあのセンターサークルに、投げてましたね投げたんですよあれのこうなんかギュイーンみたいな、あ君そんなボールも投げれたみたいな、どっかの試合でやってたけど、忘れたらなんかブンデスかなんか見てて、はい、このままハーフウェイライン越えてなんかロングスローをしてるのが、はい、なんかハイライトで出てきて、はいはい、ハイライトの人もここはやっぱ使いたいんやっていう、キーパーのああいうスローイングってねこう実は難しい技術やったりするんで、さすがのところ見ていただいてね、肩を壊さないように程度に頑張っていただきたいなっていうところで肩壊したら嫌やなこれでまあライアやっぱね、はい、獲得素晴らしいと思いますよやっぱね、なんでちょっと、まあ今後もアーセナルそのなんだかんだ強い、なんか去年までのシティを見てるかのような、強さを獲得しつつあるなというところでございます、はい、お次はマンチェスターシティ、
アタックモメントも見てください。これはすごいな。鍾乳洞みたいになってますやん。む上からつらら足りてるぐらいもう一方的やな。はい、逆に上が全く伸びてないというところで、まあ、ちょっとせっかくなんで、まあ、このチームにもね、まあ、触れたいなというところではあるんですけれども、うん、スロバン・プラチスラバ、難しいね、こう発音日本人的にはね、はい、スロバキア の、うん、あのクラブで、うん、今回がチャンピオンズリーグ出場2回目、うん、初回が、これまで、UEFA ウィナーズカップだった頃から、はいはい、チャンピオンズリーグに名称が変わった初年度1990年代に1回出て、うん、その後30年近く全く音沙汰なく、一時期はこう下部リーグに沈むような苦しい時期も経て、うん、国内で強さを蓄えて、あの久しぶりに出てきて、まあ、マンチェスターシティと戦うという、まあ、これでもね素晴らしいことですよね、うん、いろんな歴史がありながらもね、はい、CL に戻ってくるっていうのはね、うん、そうで、まあ直近はまあ国内でまあかなり強いというところで、うん、まあ、前回のチャンピオンズリーグはセルティックで、うん、アウェーで戦い、うん、だからもう要はホームでのチャンピオンズリーグはこの試合がまあ要は30年ぶりぐらい、これは素晴らしいことですね。なんでちょっと皆さんもし、まあ、ハイライトでもフルタイムで見ることがあれば、うん、ぜひこう音にも気をつけて見ていただきたいなということで、こうなんか熱気が伝わってくるんですよ。まあ確かにね、30年間我慢した人た、我慢という言い方は面白いですけど、待ち望んだ、はい、うん、サポーターの声っていうのはね、はい、確かに。しかもね、そんなうちの町に、うん、その公式戦でマンチェスターシティが来るんだぞ、ハーランドが、ペップ・グバルディオルが来るんだぞという興奮、ね、うん、これをね、やっぱりこのストーリーを見たら、うん、スーパーリーグもね、やっぱりこうお金とかね、うん、とかありますけど、チャンピオンズリーグの新フォーマットも、ね、うん、どうやねんみたいな声もありますけど、うん、まあ難しいとこですけど、うんうん、そこの部分だけ切り取ったらいいなというところですよね、うん、やっぱりこういう夢が、うん、あるなという、まあそんな試合だったんですけど、うん、まあ、展開としてはちょっともう申し訳ないながら一方的なシティペース、まあ、ゴール期待値 3.76、 ビッグチャンス7に対して、うん、まあホームチームは 0.1、 ビッグチャンス0と、うん、まあちょこちょ こう、ね、カウンターっぽい場面はあったんですけど、まあちょっとほぼほぼ、うん、シュートには至らず、トータルショット、まあホームチーム3に対してアウェーチーム28と、28か、対照的な結果になっております。まあそらそうですよね、そこはまあまあまあ分かってはいたけど、改めて数字で見るとっていう感じですね、うん、でまあそんな中、まあ、見どころとしてはまあいくつかあったんですけど、まあやっぱロドリがいないと、うんうん、まあその中で誰が活躍するねんというところで、まあ、リコ・ルイスが、リコ・ルイス素晴らしかったですね。あ、まあ一応右サイドバックというまあ初期ポジションではあるんですけど、こう右サイドの高い位置だけじゃなく、ヒートマップ見てると左サイド側にももう縦横無尽に、すごいわ、うん、頭いいんでしょうねやっぱ彼はね。でもうアシスト1で、うん、アシスト期待値 1.28 と相当得点チャンスを作り、ーキーパス4、うん、キーパス4、サイドバックで4ってあんまないっすよね。あ、まあ、ポジションね、もちろん変はしますけど、うん、でビッグチャンスクリエイト3と、まあ、相当チャンスメイクのところに貢献し、うん、まあ、そのロドリーが、あー、まあ、ちょっと今シーズン厳しいと言われている中で、こう新しい中盤のヒーローになるのは俺だというところをアピールしたところではあります、うん、はい、まあ、変わらずあとはギュンドアンがね、ギュン様ね、計算立つのはね、得点も決めますし、うん、計算立つんですよこの人は結局。なんかもうちょっと喜んでほしいな、七の選手でもなんか当たり前みたいな全員がねリアクションやったし、はい、うん、嘘でもこうやってほしいなとか、上昇軍団すぎてそうなるのかとか思いましたけどね、まあとかね、まあ、ありつつ、うん、まあ、あと僕個人的にちょっと注目して見てたのはヌネス、まあ、結局どんぐらいできますのというところで、うん、まあ、かなり左サイドの高い位置で、まあ、パスワークに絡みながらというところで、まあ、アシスト期待値 0.49、 キーパス2と、まあ、ちょっとね、うん、その戦力的には下なんで、うん、まあ、ある程度活躍できて当たり前でしょうはあるんですけども、まあちょっとね、昨季かなり苦しんだ中で、今季もしかしたらもうちょっと出れるんじゃないのかという予感を感じるプレーもあったりして、うん、まあ良かったんじゃないかなというところになっております。はい。まあ守備のところはもう本当そんな言うことなしっていう感じですかね。まあ、ね、うん、ハーランドがまたしっかり決めてとかね、うん、この辺ももうまあ触れなあかんねやけど、もうなんか点取んの当たり前やから、うん、チャンピオンズリーグでは初ゴールですね、はい、だからそうですね、まあ、一応ビッグチャンスミス2があって、うん、まあ、今季の割には、まあ、ちょっと若干
干、はいはい、今季本当絶好調だったと思うんで、うん、若干調子悪めよりではあるんですけど、まあ、それでもしっかり1点決め切って6、うん、っていうところもあり、まあ、素晴らしい活躍を見せたんじゃないのかなというところにはなっております。まあ、プレミアのちょっとね抜けてると言われてる2チームが結局シールでもまあいい戦いぶりをしてるというところですね、うん、逆にこうアーセナルファンやシティファンの皆さんに、うん、いやうちのチームのねここが課題だと、まあ、例えば、まあ、ロドリーが離脱したところまで分かってるんで、その結果やっぱこういうプレーが足りてひんと思うとか皆さんの意見あれば、うん、もしよかったらコメントとよろしくお願いいたします。はい、いやー頑張りましょうね、うん、いやこの舞台に舞い戻れるように一歩一歩そうですね、感情をねこう押し、はい、押さずにねこう、はい、フラットにやるのを心がけてやってますけど、はい、やっぱりチャンピオンズリーグ出たいなってこうね改めて思いますよね。パリとか、うん、それこそリバプールは前節ミランとかと当たったりしましたけど、うん、当たりてーいやそのために我々サポーターがいる、はい、いるわけですから ね、チームサポートできるようちょっとねいろいろ応援していきたいと思います。日本からねちょっと少しでもこう念を送りつけて念を送って、ね、頑張りましょう頑張りましょう。はい、ということでいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。